よし、お前たち、今日から手裏剣の実地訓練だ。お前たちはまだ未熟だ。だがそれでいい。なぜなら、それこそがアカデミー生だからだ。決して自分で怪我をしたり、仲間に当てたりすることのないよう、くれぐれも注意して。あっ！よっしゃ！聞いてないな。絵を描いてた方がためになるんだけど、まあこれくらいのこと俺らは家でやらされてるしな。一人山にこもって修行を重ねていたので手裏剣は完璧です。やるじゃん。うん。しかがり君とイノシン君が見てる。いや、ちょっと手が滑ってしまった。おかしいな。どけどけ。俺はこれだってばさ。おい、あれはさすがにヤバくねえか。風魔手裏剣いくぜ。そんなヒョロヒョロの手裏剣、僕の蹴りで。メタルくん、この汗っぷう。大丈夫か。はい。メタルだっけ。悪い悪い。またお前たちのいたずらか。どこから持ってきたのさ。風魔手裏剣なんて君にはまだ扱えないだろ。いや、ロッカーにあったからさ。おい、俺の風魔手裏剣勝手に持ち出してんじゃねえよ。ああ、あれお前のか。お前たち全員後で職員室に来るように。じゃない。なんで俺らも。僕ら何もしてませんが。連帯責任だ。こんなのなんてことないはずなのに。ダメだ、どうしても僕は緊張すると失敗してしまう。俺も若い頃はやんちゃしたものだから分からんでもないが、それにしてもお前たちはふざけすぎだ。ふざけたのは誰かさんですが。いい加減他の生徒への示しがつかんからな。お前たちに課外でのボランティアを言い渡す。僕もなんですか。私も。お前たちはお目付け役だ。頼む。なんで俺まで。そもそも許可なく学校への武器の持ち込みは禁止だ。ああ、これな。お前が突っ込んで壊したやつじゃねえか。いやあ、待ってたよ。アカデミーの生徒さんだね。志野先生から聞いているよ。修理は慎重な作業が必要だけど、まあこれも忍術の修行だと思ってよろしく頼むよ。ああ、よろしくお願いします。ああ、もう忍術で一気にバッとできねえのかよ。本来なら君が一人で直すべきなんじゃないかな。俺らもだけどよ、院長なんていい迷惑だよな。私は工作とか好きだから。それに火影岩の修理に携われるなんてとても名誉なことだし。やっぱ院長は話がわかるぜ。火影岩の修理なんて失敗できない。俺一人で十分だってばさ。待て、ボルト。おりゃバカ、一人で突っ込むな。せっかくいいとこまで来たのに。ボルトのせいで台無しだ。悪い。皆さん、休憩はほどほどにしてください。あー、悪い。
早く終わらせましょう。ああ、つってももう作業はほとんど終わってんだよな。あとはメタルの方だけか。で、おい、メタル？メタル！しまった。ああ疲れた。今日は参ったな。もともとは誰のせいだと思ってるの？そうだ、みんなでハンバーガー食ってかね。俺割引券持ってんだ。元気出せってメタル。あんなのは適当でいいんだよ。7代目が適当な顔してんだから。でもメタル、お前よ、一生懸命ならいいってもんでもねえだろ。かえって作業増やしてさ、要領悪いよな。お前緊張したらいつも失敗するだろ。どうしてそれを？バレてないとでも思ったのか？とにかくそういうことも含めてバカ正直すぎんだよ。バカ正直。いくら山にこもって自主練したって緊張癖をどうにかしなくちゃ意味ねえよな。やだな、そんなこと。あ、僕こっちだから。メタル君。しかない、うん、今の言い方どうかな。お前が言うか？メタル君、誰よりも頑張ってると思うけど。あんた、今日学校で何やらかしたんだい？いや、あれはボルトがよ。俺は完全に巻き込まれただけだって。何言い訳してるんだよ、男らしくない。ただいま。お、なんだ、悪さでもしたのか、しかない。ちげえよ親父、俺何もしてねえのにさ。あんたからも言ってやってよ。アカデミーでバカばっかりやってさ。そんなんじゃ立派な忍者になれないって。まっ、そうやっていろいろ学ぶのがアカデミーだろう。立派な忍者になるために叱られると思えばいい。完璧なガキなんていやしねえんだからよ。お前緊張したらいつも失敗するだろ。とにかくそういうことも含めてバカ正直すぎんだよ。うちのもご多分に漏れず叱られて成長中ってとこだな。そうでなきゃ間違ったことやらかしても反省も頭も下げられねえ腐った男になるだろう。しかない、今の言い方どうかな。そうだよな親父。てまり心配すんな、こいつも分かってるぜ。とりあえず腹減ったな。早く飯にしてくれよ。あんたは甘いんだよ。だから仕方が悪さをするんじゃないか。あれ、俺が怒られてる、これ。私はちゃんと奈良家のことを思って言ってるのに、なんだいその態度は。めんどくせえ。あんたたち今めんどくせえって思っただろ。二人とも飯抜き。ああ、親父も空気読めよな。ああなったら母ちゃん譲らねえの分かってんじゃん。やだな、そんなこと。あいつ
そんなに気にしてたのかよ。言い過ぎたよな。明日謝っとくか。めんどくせえ。ったく、のんきなもんだぜ。あ？お、メタル、昨日はよ。あれは電気の時の。お、メタル、待てよ。しかない。おいメタル、ちょっと話がよ。メタル、はあ、おいメタル、緊張していない僕の本当の実力を見せてやる。メタル、昨日のことやっぱ怒ってんのか。待て待て、お前が怒るのは当然だ。俺ちょっと、いや、かなり言い過ぎたな。やべえ、あんなの食らったら死ぬぞ。さあ僕と勝負しろ。しかない。大丈夫か？メタルと戦ってるの？よくわかんねえけど、なんか普通じゃねえ。君たちも邪魔するなら容赦しない。メタル、やっぱり。どうしたのボルト？お前らあれが見えないのか？何のことだ。それよりメタルが切れちまってる。どうすりゃ。とにかくこのままじゃまた大変なことになっちまう。ちゃんと飛んできた。緊張してないとすごいんだね。おい、しかない、こいつ強えってばさ。なんか作戦ねえのかよ。落ち着け、作戦なら今考えた。とにかく逃げろ。さあ隠れても無駄です。怖え。静かに。逃げてるだけじゃ拉致が開かねえな。逃げろっつったらお前だろ。大丈夫だ、今度こそ作戦練ったからよ、反撃に出るぜ。ん？いいか、ゲームオーバーになりたくなかったら一人で突っ込むなよ。は？強え相手でも力を合わせれば勝てるってのがゲームの面白いとこなんだぜ。どこだ？影縛りの術。逃がすか。惜しかったですね。その影に触れた者は動けなくなってしまう忍術、影縛りの術だけど、距離に限界があるんですね。忍法鳥獣戯画。おっ、なんだ、彼は動いていないはずだ。影だって触れていない。影縛りの術成功だぜ。どういうことだ。変化の術だってばさ。な、何？じゃあその影は僕が作った蛇だよ。僕を騙すとは許せません。
なんて力だ。このままじゃ術が持たねえ。メタル、すまねえ。ボルト、メタルを気絶させろ。気絶ってどうやって？殴るでも何でもいい。殴るって。早くしろ。僕がやろうか。くそ、俺がやるってばさ。いけ。みたいだな。昨日はすまなかった。お前のことをバカにして。いや、そんな。お前が怒って当然だ。本当にすまねえ。緊張してないお前の実力は本当にすげえよ。鹿大君、君たちももう少し真面目に授業を受けたらいいですよ。特にボルト君。俺言うじゃん学士。あ、授業が始まりますよ。ほら、皆さん、行きましょう。じゃあね、今日は真面目に授業受けっか。そうだな。皆さん、急いで。はいはい。またかましてやるぜった。いいぞ、ボルト。イノジン、とどめだ。任せて。いないと思ったら、またこんなところでサボりですか。これは先生に報告ですね。メタル知ってるか。なんとこのゲームでチームワークが磨けるんだぜ。その上、リラックス効果もあるとかないとかで、うまくいけば緊張ともおさらばできるかもしれないぜ。ささ。よし、今だメタル。あとはお前に任せた。えいけるよ、いける。あ、よし、止めるだ。そんなこと言われたら緊張します。俺のゲームかどうしてくれるんだよ。やっぱりバカ正直すぎるね、彼。でも俺もあいつも腐った男にならずに済んだな。うん。ったくめんどくせえやつばっかりだぜ。